に封じられし火獣のクズ竜、アースハイドラ。皆さん避けて。これでは視界が。うわ、もうマジ何も見えないんだけど。氷と炎のブレスがぶつかって水蒸気爆発でも起きたってわけ。他の連中は。マギャー、危ない。ちょっとペコリーヌ、どこ。魔法使い一人にすんじゃないわよ。体張って守りなさいよ。あ、キャルちゃんの助けを呼ぶ声。今行きますよ。リリちゃん、ごめんなさい。いえ、私のホウコさん、霧のせいで目と鼻の先も見えなくて、まさに五輪夢中です。最初の攻撃を避けるためにチリチリになったのは失敗でしたね。とにかくみんなと合流しましょう。守る以外に何もできません。早く主様や皆様と交流しなくてはならないというのに。コッコロ様、ペコリーヌ様、リリ様、やっと一人見つけましたよ。思ったよりみんなばらけちゃったみたいで。私が精霊魔法で霧を払います。援護をお願いいたします。任せてください。全力全開フルパワー。一切承知です。シャドウスプリット、風の精霊よ。危ない。二人とも大丈夫ですか？はい、なんとか。それよりも、主様からの強化が消えてしまっております。まさか兄様の身に何かが。
やっと捕まえたぜ。ダグ、手間かけさせやがってよ。話せ。誰が話すかよ。アルラウネなんざとっくに絶滅しちまったかと思ったぜ。気ぃつけろよ。殺しちまったら買い手がつかねえからな。わかってるって。あの噂が本当ならすげえ金になるはずだもんな。ほら、こっち来やがれ。あ、気絶してた私。あ、そっか、ハイドラのせいでできた地割れに落ちて油断しすぎた。生きてたのはただの幸運。それにあんな昔の夢を見るなんて頭を打ったせい。あ、生きて、あ、いるみたいですね。でも立てますか？反応ほぼなし。呼吸は微弱。目の焦点も合わない。ここまで毒が回ってしまっては、むしろまだ息をしてるのが不思議なくらいだけど、どちらにせよこれは死んだでしょうね。
なたはどうして。殺しちまったら買い手がつかねえからな。いや。な花びら飛ばしたって痛くも痒くもねえっての。腕の一本や二本へし折ってやってもいいんだぜ。そいつは俺らに言ってんのか、それとも誰か呼んでんのか。残念でした。誰も助けになんか来ません。弱えやつは食い物になって終わり。それがこの世界のルールってやつだ。お利口になってよかったな。よし、じゃあ早速買い手を探しに行くとすっか。おっと、その前にこいつの涙ってやつの味見を。なあ、相棒やれやれ、わっちの膝元にまだかような人の輩がおったとはの。これ、そこなアルラウネの幼子や。ウヌの住まいはいずこぞや。木の股か、それとも鉢植えか。これ、泣くでなし。参ったの。わっちといえど、泣くこと女心には勝てぬというに。動かない方がいいですよ。死ぬとこでしたから。その誤解しないでください。助けられたのはたまたまです。ハイドラの毒は強力なので、治療が間に合ったのはそのお守りがあったからです。こちらは飴玉ではなく天使のアミュレット。ピエスモンテピラーや私の王家の装備に次ぐこの国の宝です。微力ではありますが、魔法の心得がなくとも持っているだけで呪いなどから身を守る助けとなるでしょう。もう力はほとんど残っていないようですが、それが毒の進行を遅らせてくれたから。だからそのいりません。でも、礼はいりません。でも、
一つ約束してもらえますか？私の涙のこと秘密にしてください。この力のことは誰も知らないので、姫以外は。小さい頃この力を目当てで狙われたことがあって、だから姫が毒の方だけ噂を流布したんです。間違ってないですし、小さい頃この力を目当てで狙われたことがあって、だから姫が毒の方だけ噂を流布したんです。間違ってないですし、わかりません。いえ、わかりたかったんですけど、わかりませんでした。ずっとわかりたかったんです。どうして姫が私を助けてくれたのか、私の力が目当てなのかって、そう思ったこともありましたけど、でも姫にはそんなものいらないみたいで、それどころかあなたたちから外のことを学べなんて、まるで自分のとこから出てけみたいな。さっきあなたが私をかばった理由は、多分あなたがわけがわからないくらいお人よしだからでしょうけど、あなたに借りを作るのも気持ち悪いですし、それにあなたを助けたら、あの時私を助けた姫の気持ちが少しは理解できるかもって、そう思ったんですが。そうですね。ただ死なないでほしいです。せっかく助けたので。喋りすぎました。そろそろ動けますか？いえ、無理にでも動いてください。死なない程度に。上で戦っているあなたの仲間たちが死なないうちに。主様をお探しせねばならないのに、邪魔をしないでください。お邪魔虫はあなた方の方でしてよ、異世界の英雄さんたち。私の本名はネフィーネラなのですから。してお黙り遊ばせ、おたんかウサギさん。あたくし様の玉のお肌を傷物にしたのはあなたのお友達のアネモネさんでございましてよ。ごめんなさい。でもモネちゃんもカノンちゃんもお友達だよ。ふんですわ。あなたのようなおしもじも極まれリーナ・オブービーさんとお友達になった覚えなどありませんでしたよ。それに名前
気で不愛想で、はすっぱな姉モネさんも今頃地割れの底でお養分、いいえ、お腐葉土になっているはずですわ。吹っ飛ばされたのでちゃんと見てたわけではありませんけど。モネちゃんやられちゃったの？ネラちゃんすっごく怒っちゃうよ。ではもしや兄様も姉モネ様と一緒に。おしゃべりはもう結構ですわ。私様の差配するアースハイドラの夫人によって全員お玉を頂戴して差し上げますわ。おあいつの指示が大雑把すぎるせいで、なんとか致命傷は避けられてるけど、このままじゃ押し切られちゃうわ。キャルちゃん、コッコロちゃん、ここはイチゴケーキ作戦で行きましょう。ケーキ？ちょ、その作戦無理あるってば。今はかけるしかありません。アルターメイデンの皆様、私たちと共にペコリーヌ様へ援護の集中を。よくわかりませんけど、はい。よーし、王家の装備フルパワー。目標カノンちゃん、防御ゼロ、一点集中、突撃します。あーまあ、あたくしを狙うおつもりですの？ケーキに乗ったイチゴを真っ先に食べるということかしら。なかなかシャレオツですけれど、でも無駄ですわ。そんな土直線なおちょこつ猛進ではただの的でございましてよ。囲みなさい、ハイドラ。そうはさせません。手のよう、わ、悪くない手立てですけど、白兵戦でも私は、あら、さっきので剣が折れてましたわ。タンマですわ、おタンマですわ。てぇー、あっぶねーですわね。仕方ありませんわ、背にお腹は変えられませんわ。ナーナさん、あなたのポンコツ斧をおよこしなさいな。はいよ。ダメダメ、それでペコちゃんを叩いちゃうでしょ。返して。いざ暗い遊ばせ。マンティコア流毒殺剣術じゃなくて毒殺風術、うんどりゃーですわー。ブラン、意外とやりますね。慣れない武器だし怪我も軽くないはずなのに。なめんじゃねえですわよ。どこの田舎のプリンセスか存じませんけれど、私様の方が魂のおソウルの霊場度合いは上ですわ。確かに私、食べ歩きもジャンクフードも大好きですし、霊場度合いっていうのはカノンさんに負けるかもしれません。けど勝負を決めるのは私の豪気なる粘り腰ですわ。今度こそ決めなさい、ハイドラ。ペコリーヌさん、危ない。やむを得ません、シャドウランプ。待って、プレシアさん、この匂い、鬼。マリサさん、ありがとうございます。よーし、またこのパターン。これで決まりです、プリンセス。大丈夫、息はあるはずよ。派手にぶっ飛んだけど。息も意識もまだありますわ。まだまだで
ですわ。カノンさん、これ以上の抵抗はやめてください。さもなくばとどめを刺します。降参したところでどうせ後で処刑されるだけでしょ。でしたら霊嬢らしく誇りを持って最後まで戦わせていただきますわ。ダメだってばあ、カノンちゃん。ネラちゃんにはナーナからお尻ペンペンで済むようにお願いするから。本当におたんこ頭ですわね、ナーナさん。あなたのようなドシタッパがネフィーネラに何かを言って聞かせられるわけありませんわ。信じられませんわ、そんなの。さっきまで死にそうな目にあったっていうのに、あなたに一体どんな義理があるとおっしゃいますの。そうだよ。だからナーナのお友達のカノンちゃんはキシちゃんのお友達っていうこと。私たちからもネフィーネラさんに寛大な処置っていうのをお願いしてみますから。マシちゃん、本当ありがとう。信じられませんわ、そんなの。さっきまで死にそうな目にあったっていうのに、あなたに一体どんな義理があるとおっしゃいますの。余計なこと言うんじゃないわよ、バカ。私たちからもネフィーネラさんに寛大な処置っていうのをお願いしてみますから。正直私は普通に腹立ってるけど、でもまあ、あんな役がいなくなったんじゃ困るもんね。あなたたち、キャル様のお立場的にはカノン様を責めることはしにくいですしね。うるさいわ。私はちゃんと罪を償ったわよ。執行猶予も終わったってのよ。コッコロ様のおっしゃる通り、私たちもカノン様を糾弾できる立場などではありませんし。仲直りしよう。あなた方のドアマちゃんっぷりときたらバカバカしくて付き合ってられませんわ。こうなれば捕虜として3食お昼寝スイーツ付きの待遇を要求いたします。あ、いいな、スイーツ付き。ナーナもカノンちゃんと一緒に捕虜になりたい。本当に甘い人たち。私の知ってる考え方と違いすぎて全然理解できません。今はほんの少しだけくらいは。よかったね、カノンちゃん。よかったね。あいた、ベタベタするんじゃありませんでしたよ、怪我人ですってのに。そうです。それよりカノンさん、どうやってアースハイドラを制御していたんですか。あなたが精霊を扱えるなんて知りませんでしたけれど。え、できねえですわよ。え、最初に申しましたでしょ、私様の美貌がハイドラを魅了したに違いありませんわって。と、確かにおっしゃっておりましたが、本気だったのですか。
精霊には人間の美的感覚など適用されるはずがないと思うのですが。え？それじゃあどうしてあのハイドラは。何かしらこの違和感。もう既視感？まるで昔の私の。よかったね、カノンちゃん。よかったね。ナーナさん、わかりましたから今は。あ、斧返してね。それじゃ。え？死んでね、カノンちゃん。何よ。カノン様、しっかり。血がこんなに。コロスケ、回復魔法。はい。それならば、もしかして洗脳魔法とかだったんですか？似てるけど違うって感じね。調べてみなくちゃ分かんないけど。逃げて。精霊のハイドラさんたち、まだ元気いっぱいみたい。いえ、カノン様が気絶したためにさらに見境をなくしているようです。これはもはや狂乱と荒れ狂う自然そのものです。ちょっと何とかしなさいよあんたたち。私とコロスケは回復魔法で手一杯だし、逃げるにしたって今下手に動かしたらカノン死ぬわよ。でもキャラちゃん、この首倒してもすぐ再生しちゃうんですよ。本体はおそらく地面の下でございますが。そのようなものをいかにして見つければよいのでしょうか。お、もう大丈夫です。え、アネモネ様。その匂い。妖怪愛すみませんお前様らへ。ネロさん、されワッチのカンバセを一目見やれば、カノンめが逆上するは必至ゆえ、語り合ういとまもなきことかと存じますれば。確かに最後にはカノンさんも降参してくれて、いい感じにまとまりそうでしたけど。ネフィーネラ様、今はそれどころでは。やれ、まったくおぶしゃれざんすな。この騒ぎでは話の本意に移ることもできませんよし。ちと待ちたもれお前様らよ。
乱の移しみたる新玉よ。何時のコアをいずこぞよ。見つけた。改めて報告します、姫。ペコリーネさんたちは現在、施療所で手当てを受けています。姫が手を下したおかげで、鳳凰戦の時よりは怪我も軽いみたいです。それは超常。さりながら、モネやウヌはどうだい？このくらいなんてことありません。モンストレスは頑丈なので。怪我の具合にありんせん。騎士殿が浴びた致命の毒をすすぐため涙を流したそうだな。なぜそれを？無論本人から聞き及びしまでのことなりの、騎士殿や。なんであなたが？騎士殿は己が怪我も顧みず、戻るや否やワッチのところへ嘆願に参られての。カノンめの刑をなるたけ軽くしてほしいそうな。なんでそんな嬉しそうに。いえ、それより、なんであなた、今、物陰から出てきたんですか？言わずもがな、ウヌを脅かすため。隠れるようにワッチがお頼み申したゆえに決まっておろう。しこうして、ウヌがまさか、秘密を明かしてでも騎士殿を救うとは、このネフィーネラの目をもってしても嫁なんだ。一体どのような心模様がゆえか、とっくり聞きたいものであるの。別に、ただの気まぐれです。ほう、気まぐれとな。ほうほう。無べなるかな、騎士殿からのことといあらば、何なりと。ふうむ、なんとも懐かしい話でござりんす。よもや騎士殿に、さような果実の思い出語りをせがまれるとはの。ワッチがモネを救いし事情、それは決して気まぐれなどではござんせん。その理由は。理由は是非に及ばず、可愛かったからに決まっておろうよ。おあにはからんや、あれと同じにしないでいただきとうござんすな。あの偏食な妹ごと違い、
わっちにすれば誰も彼も幼児のようなもの。ゆえにそれは寵愛する理由にはなりんせん。かてて加えてわっちめは何時らの健やかに伸びすぐる様を何よりの喜びとしておりますれば。にしても意外や意外、騎士殿を毒の七からお救いしたのみに及ばず、かような昔語りまでしようと。モネもようやっとわっちの心持ちを少々分かったようでありんすね。よきかなよきかな。わかりません、全然。ちょっと失礼します。お兄、発見。主様、こちらにおられたのですね。激しい戦いの後ですし、しっかり休んでいただかないと。ペコリーヌ姫、それに皆様も、カノンめの反乱を未然に防いだこたびのご活躍、感謝してもしきれませぬ。借りがまた増えてしまいましたの。いえいえ、そんなの気にしないでください。カノン様もまだ意識は戻っておりませんが、峠は越えたとのことでした。生きててよかった。本当に頑丈なやつよね。アネモネに負けてペコリーヌにぶっ飛ばされて、あげくナーナに不意打ちで切られたってのにさ。でもナーナさん今施療所のベッドでカノンさんにぴったりくっついて看病してますけど、その先ほどのようにカノン様を、あるいはどなたかを攻撃しないと安心してよいのでしょうか。大丈夫だと思います。ここは姫のお膝元、ナーナさんを傀儡にした手札もこの城の近くでは届かないでしょうから。そうなんですか。なら大丈夫ですね。ネフィーネル様。ああ、いや、大丈夫には相違ありませぬが、それよりも少しばかり狐につままれた心持ちでありんした。普段の今までのモネであれば、まずもってナーナの双心を疑ってかかったであろうに、これまたいかなる変化でござろうの、モネよの。別に何にもありません。でも今回はおかしなことがいろいろありました。精霊魔法に詳しくないはずのカノンさんがあんなすごい精霊を扱えたり、私の花が狙いを狂わされたりとか。それじゃもしかしたらナーナさんが自分を失ったように、カノンさんも。それはわかりませんけど。されどお前様らのご尽力あって、こたびの一件の否、一連の事態にて裏で糸を引いている者に目星がつきんした。え、本当ですか。あのフレイヤって女のこと何か分かったの。さようにござんす。されど少々込み入った話になりますゆえ、司祭の会賃はそれなりのふさわしき場を設けたく思い候。ふさわしい場とおっしゃいますと。これなるは
世界と世界の壁を越えた一大事かと存じますれば、よもの辛くの頭目をこのジオゲヘナに招聘し、開きましょうぞ四世界合同プリンセス会議を。プリンセス会議？四世界？四つの世界ってこのジオゲヘナと私たちの来たアストルムとライラエル様の治めるジオテオゴニアと、そして第四の世界、なおジオニブルヘルと申しんす。ごきげんよう、ジオニブルヘルの姫ヴァイオレットと申します。皆様とお会いできる日を楽しみにしておりますわ。次回プリンセスコネクトリライブ第3部8章四世界プリンセス会議、もう一度君とつながる物語、さあ参りましょう。グレイス、顔色は普通か。まあ、よかったわね。じゃねっての。あんたついさっき毒で死にかかったでしょうが、あんな腐ったリンゴみたいな顔色になってさ、ひょっとして大事なこと忘れてんじゃないでしょうね。あんた今の世界じゃリセットはもう起きない。死んじゃったら本当にゲームオーバーなんだから。ふんだ、別にあんたの心配なんかしてないもん。ただまあ、からかう相手がいなくなるのはちょっとなってくらいで。別にあんたの心配なんかしてないもん。ただまあ、からかう相手がいなくなるのはちょっとなってくらいで。ああもう、はいはい、お疲れお疲れ。今回も大変だったわね。今のこのジオゲヘナって世界はね、多分あんたもふんわりお察しでしょうけど、ジオテオゴニアが新種族の実験的なあれだったように、魔物のパラメーターをいい感じにあれするリージョンらしいんだけど、でもね、テストしてたのはそれだけじゃなくて、あるエリアにおけるヤバめの特色、例えばそこにいるだけでダメージを受けるような熱い気象とか、生きてるみたいに動く森とか、その他もろもろもあったっぽくってさ、ゲームのっぽく表現するならギミックっていうのかしらね。フィールドギミック、ちょっとした味変でたまに面倒で世界を記すフレーバーになるもの。あんたたちが今回戦ったアースハイドラってのも要するにそういうもんだったってわけよ。周囲の魔物を取り込んでちょい自己進化してたっぽいけど、てか気
ギミックなんだし、一時的にどかすことはできても、本当なら壊せるようなもんじゃないはずなんだけど。そうよね、壊してたわよね。しかも王家の装備とか使わずに。あーやだやだ、ジオテオゴニアのプリンセスライライルみたく、ジオゲヘナのプリンセスもやっぱやばいやつぽいわね。しかも次はまた一人増えるってんでしょ。クワバラクワバラ、こわちかこわちか。怖いから私寝る。もうじゃあね。もう毒とか浴びんじゃないわよ。私たちはトゥインクルウィッシュ、ソルオーブと呼ばれる謎の秘宝を探し求めて日夜冒険を繰り広げているギルドだったんだ。ここ数日はすごくすごくいろいろあって、ソルの塔から私たちの元いた現実の世界に戻ることになって、これからどうしようって思って、とにかくメイさんやユイちゃんと合流しようとしたんだけど、何にも悪いことしてないのに警察の人に追われて大ピンチ。どうなるトゥインクルウィッシュ、頑張れトゥインクルウィッシュ。私たちの冒険はここで終わってしまうのか。おはよう日和、だいぶ疲れてたみたいだけどよく眠れた？レイさん、私たちもしかして警察に捕まっちゃったの？落ち着いて、手錠もされていないし檻の中でもないでしょ。あ、言われてみれば。疲れ切って移動中に寝てしまったからわからないのも無理はないけどね。あ、ちょうど説明してくれる人が来たみたいだ。おはよう日和ちゃん、目覚ましはコーヒーでいいかな？砂糖はいくつ？あ、二つで。え、あなたはナビリスタさん？いや、こっちではアキラって呼んでもらえると嬉しいな。それじゃあここはラビ…アキラさんのアジトとかそういう感じなの？正確には長老の移動拠点だよ。私たちがミネルヴァの懲役で寝ている間にいろいろ準備してくれてたみたい。さすがだね。長老って確かコッコロちゃんのお父さんのことだっけ？あ、そうだ、思い出してきた。警察の人から逃げ回って走り回ってフラフラになってる時にコッコロちゃんが来てくれて。うん、コッコロ、いや、コッコロのガイドで長老の部下の運転する車まで案内してもらって、それに乗って私たちはこの拠点へとたどり着いたというわけさ。ごめんね、本当は手が伸びる前にどうにかしたかったんだけど、警察の動きが思ったよりずっと早くって、それに迂闊な通信は傍受されちゃう可能性が高くてさ。それよりユイちゃんとココロちゃんはこのアジトにいるんですよね？あ、今はココロちゃんからサポートをしてもらいながら、ユイちゃんとレイちゃんに交代でテストと解析をしてもらってたんだ。何の？どう説明したらいいかな。使い物になるかはまだまだわからないんだけど、一言で言うならちょっと危ない新型ミミ。
ってことになるのかな。日和様、お目覚めになられたのですね。ゆりちゃん、おはよう。体はもう平気？うん、バッチリ。アキラさんのクレープでいっぱい元気を補給させてもらったし。あり合わせでごめんね。チョロももうちょっと広いキッチンをつけてくれたらよかったんだけど。こうしてかくまってくれるだけでも十分助かります。正直なところ、懲役の被害者に糾弾されることはあっても警察から追われるようなことになるとは思わなかったけど。おまるさんから警告のメッセージが来てなかったら、おとなしく捕まっちゃってたかもだよね。末端の職員とかはともかく、現状の世界じゃ公権力って言ったって実態はお偉いさんの私利私欲まみれだからね。特に国際警察特殊機関ウォーロックはレジェンド・オブ・アストルムの支配権を狙ってる。物理的にね。それってミネルヴァさんのことが欲しいから？もちろん超 AI の確保は目的の一つではあると思う。でも多分それがメインじゃないかな。なら、そのまだ帰ってこれていないプレイヤーの人たちを保護しようとしてとかですか？惜しい。というか大義名分として周りにはそう言ってるだろうね。それも違うと？では一体？アストライア王国に設置されていたレジェンド・オブ・アストルムのメインサーバー、そのコアモジュール、それは超超超すごい情報集積回路みたいなもので、さ、ある種のオーパーツであり、今の地球上では生成不可能なオーバーテクノロジーなんだ。オーバーテクノロジー？この2033年の現代にそんなものが？は、私分かっちゃったかも。それってもしかして私たちプレイヤーの魂みたいなのがダイブしてた場所とか？その通り。インフォモーフ、魂の反デジタル化は長老が持ってきた革新技術だったんだけど、その受け皿が今国際警察に狙われているモジュールだったんだ。もしそれが取られちゃったら、私たちの知っているレジェンド・オブ・アストルムはなくなってしまうだろうね。そんな。大丈夫です、皆様。お父様はそう簡単には捕まりません。そうだね、私の師匠だもん。今だって逃げるだけじゃなく起死回生の手を仕込んでいるはずさ。いいけど、でもこの先どうしたらいいのかな。それについてだけど、改めてありがとうございます、アキラさん。こんなことになっちゃって、国際警察なんて組織が動いてて、こんな状況じゃ私みたいな普通の高校生にできることなんてないんじゃないかって思ってました。でも。そうだね、ユイ。あの新型耳を解析して完全に使えるようになれば、私たちでもほんの少しアキラさんや長老の役に立てるかもしれない。なるほど。私寝ちゃってたからよくわかんないけど、すごいんだね、その新型耳って。その本当に使い物になるかどうかはまだ分かんないんだよね。テスト前にも言ったけど、私や長老が作ったものじゃないから。でもだからこそ調べなくちゃ。
またビジョンズエンプレスに出し抜かれるような失敗は繰り返したくないからね。だからこそのテストというわけですね。エリスさんといつか話し合うためにも、その可能性を少しでも残したいから。わかった。よし、もちろん私も頑張るよ。ですが、申し訳ございません。新型耳の方はひとまずトゥインクルウィッシュの皆様にお預けいたします。ココロちゃん、あと、そうだった、ようやくこっちも準備できたから、ここから先はココロちゃんは別のミッションだ。はい、アキラ様から託された大切なプログラム、必ずや主様にお届けいたします。お父様といい、アキラ様といい、私はどうも大事なものを預かることが多いように思いますね。それは君が導き手だからさ。少年のことをガイドするためにはそれなりの道具が必要だろ。騎士君、今すぐ翼を生やして彼のところに飛んでいきたい。そんな気持ちは強くあるけれど。ココロちゃん、お願いね。騎士君をガイドしてあげて。はい、それでは行ってまいります。よし、ブリッジ聞こえる？了解です。現在ドロップゾーン上空2500メートルに滞留中。え？上空って？ああ、日和はまだ気づいていなかったんだね。ここはね、ココロちゃんのお父さんが作ったとってもすごい飛行船の中なんだよ。移動拠点って言ったでしょ。研究設備や医療施設、隠密性も完璧で、潜水まで可能で、ついでにクレープを焼けるキッチンもある。超超超すごい最新エアシップさ。ってことで、テセウス号ランチ射出用意。了解、2番ハッチを開放します。どうかご無事でいてくださいませ、主様。こちらでもあちらでも、必ずや私が主様をお導きいたします。素振りをしてみても、皆様方に追いつけるような未来はまるで浮かびません。私の進むべき道はいずこに。強くなるにはどうしたらいいのでしょう。話は聞かせてもらいました。強くなりたい、そう言いましたね。ええ、ですがその方法が分からず。今のお声は？シュボン！おねやみとあらば即参上！このニナにお任せあれです！ニノ様、どうして木の上から？安心してください、リリさんにおあつらえ向きの修行を私知ってます。本当ですか？それはどのような？私と一緒に忍者を目指しましょう。に、忍者？あの、ニノ様、なぜ私たちは温泉にいるのでしょう。そして今まさに
私の足へ結びつけられているこの道具は。よくぞ聞いてくれました。今からリリさんに忍法水走りの術を伝授します。これはそのための道具、その名も水グモです。どんな状況でも動じないクールなハートを持ち、あらゆる忍法忍術を使いこなすとてもすごいジョブ。それが私たちの目指す忍者。忍者修行は心技体を同時に鍛えられるベストプラクティスなのです。ここまではお分かりいただけましたか。なるほど、なるほど。というわけで、まずはこの水グモを使って温泉を渡り切ってみましょう。最強ジョブ、忍者への第一歩踏み出す時が来たのです。はい、では参ります。第一歩、まずは水面にしっかりと立つ。しっかりと立って第一歩を、歩こうと踏みしめるから転んでしまう。なら水面を流れるようにそーっと、こうなれば沈んだり転ぶ前に渡り切ってしまいましょう。踏み出した足が沈むより先に反対の足を上げ、次はその逆を。やはり私はニノン様が稽古をつけてくださっているというのに、この体たらく。リリさん、諦めないでください。初めての挑戦に失敗はチョキものです。忍者とは時に耐え、時に忍び、主を守るもの。必要とあらば汗にまみれ、泥にまみれ、温泉にまみれることもあるでしょう。しかし、どんな状況でも諦めない、そんな雑草魂こそ忍者には重要なのです。ニノン様、そのような鼓舞激励を頂戴しては私もこれ以上情けない姿をお見せするわけには参りません。改めていざ参ります。1、2、3。向こう岸まではまだ遠いですが、揺れる水面にも慣れてきました。この調子であれば見違えるような集中力ですね。残り半分は切りました。その調子です。諦めないことが肝心とニノン様もおっしゃいました。この小さな一歩も万里一句、積み重ねれば一人前の忍者への道につながっているはず。そうなると忍者になった暁には、私は兄様をお助けする者としてお仕えすることになるのでしょうか。兄様のそば使いとして行獣座がを共にし、例えば弱みでも敬語が必要ですよね。それはつまり兄様のお背中を流したりなど。リリさん、前を見てください。前？岩礁にぶつかってしまったようですね。大丈夫ですか？はい、雑念が入ってしまったようです。お恥ずかしい。なんでしょう、妙な感触が。やっと気づいてもらえました。あゆみさん、温泉の中に忍んでいたとは。
まさに水遁の術ですね。はあ、タオルありがとうございました。いえ、こちらこそ大変失礼いたしました。ですが、あゆみ様、どうしてあのような場所に？温泉に入っていたらリリさんたちが来て、それで邪魔にならないよう隅の方に移動したんですけど、さっき転んだ拍子に巻き込んでしまったというわけですね。誰もいないと思ってましたが、申し訳ありません。いいんです、いつものことですから。私ってばいても気づかれないほど影が薄いですし。しかし、ちょうどよかったです。あゆみさんにぜひお願いしたいことがあるのですが。私にお願いですか？じゃあやってみますね。これは、あゆみ様の気配が消えて、ちゃんとここにいます。これぞまさしく隠れ身の術です。私もここまでの技を見たのは初めてですね。それじゃあリリさんもやってみてください。コツなんかは体験しながらの方が教えやすいと思うので。はい、よろしくお願いいたします。すっかり周囲に溶け込んでますね。あゆみさんみたいに消えてしまうほどではありませんが、この短時間ですごい上達です。それにすごい集中力です。私たちの話し声も聞こえてないみたいで。あれ？あゆみ様にご教授いただいた呼吸のコツのおかげでしょうか。とても静かな心持ちです。しかしこの熱気はやはりジオゲヘナと言うべきでしょうか。神徒を滅却すれば火もまた涼しと言いますが、しかしいささか熱すぎるような。ぐるる、はっ、リリさんが気づいたようです。リリさん、魔獣は落ち着いてください。リリさんが集中している間に魔物が近くに寄ってきちゃって、私たち何度も声をかけたんですけど。その、私はどうすればよいのでしょうか。このままだと危険なのは間違いないと思われますが。その魔物は強力な毒を持ってるはずです。下手に動くと噛まれちゃうかも。リリさん、あゆみさんの教えを思い出してください。冥境止水の心で自然に己を溶け込ませるのです。なるほど、ここは動かずに耐え、魔物が去るのを待つ作戦ですね。嵐が過ぎ去るのをじっと待つように、泣いた水面のように迷宮止水の心持ちで。なんと、魔物がリリさんのそばに腰を下ろしました。全く警戒した様子がありません。ここまで自然に溶け込むとは恐るべしですね。これは魔物と私のコンクラベということでしょうか。しかし忍者は雑草魂、そう二郎様がおっしゃいました。ここは何としても耐えてみせねばなりません。神徒を滅却すれば火もまた涼し、神徒を滅却すれば火もまた涼し、神徒を
滅却すれば火もまた火うん、リリさんが湯でダークになってしまいました。茶臭がね、気合で炎の熱は乗り越えられないですか。魔物もリリさんに気づいちゃいました。どうしましょう。とりあえず助けに。あれ不審者の通報を聞いてパトロールに来てみれば。何をやっているんですか、あなたたちは。つまり温泉での騒ぎも今の魔物に襲われていたのも全部その忍者とやらになるための修行だったと。はい、お騒がせしてしまったみたいで申し訳ありません。いえ、そちらのお二人もリリさんの知り合いということで承知しました。それでは。まだ何か。アネモネさんと言いましたね。優れた腕前にもかかわらず、それを飾らぬ奥ゆかしさ。さぞ名のある武芸者とお見受けしました。先ほどの話し売り剣も見事なお手並み。ズバリあなたは歴戦の忍者ですね。意味がわかりません。隠さずとも良いのです。確かに忍者とは己の正体を隠すものですが、そんなアネモネさんを見込んでお願いがあります。ぜひ私たちの師匠になってくれませんか。どうかお待ちください。私が。それに師匠って何ですか。あの、アネモネ様、私からもどうかお願いいたします。少しのお時間だけでもどうかご教授いただけないでしょうか。あの私からもお願いします。リリさん本当にすごく修行を頑張ってて、それで。忍者はよく知りませんけど、少しの時間だけなら付き合ってあげます。忍法百裂手裏剣シュババ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 。おお、アネモネさんの言う通りにしたら命中率がぐんと上がりました。ニノンさん、投擲武器で数に頼るなら敵の逃げ道を塞ぐ軌道を紛れ込ませてください。あの、ありがとうございます。アネモネ様、修行に付き合っていただいて。本意ではありません。こうしないとあの忍者忍者うるさい人がずっと追いかけてきそうでしたし。それでも感謝申し上げます。変な人ですね、あなた。そうでしょうか。はい、まるであなたたちの仲間の騎士の人みたいです。そんな私などが兄様と遺体同心など恐れ多いにも程があります。リリさん、よくぞ厳しい修行に耐え抜きました。
これで忍者ビギナーの免許改善です。はい、ニノン様、ご指導ありがとうございました。あゆみ様、アネモネ様にも感謝いたします。あの、今更ですけど、その忍者というのはどういった存在なんですか？忍者とは、特殊なトラディショナルなエージェント、忍法と呼ばれる秘術を使うスーパー戦士、それが忍者です。その中でも特にマスタークラスの忍者チーム、戦隊という五人衆の世直し物語は、今なお語り継がれる伝説だとこの秘伝書にも書いてあります。戦隊ですか？ニノンさん、その本ちょっと見せてもらってもいいですか？はい、どうぞ。先日、お江戸のフリーマーケットで手に入れた公式ゆかし秘伝の書です。秘伝書にしては随分饒舌な語り口ですね。それにこの荒唐無稽な内容、巻末にかすれてますけど何か書いてあります。この物語はフィクションです。実在の忍者、流派、団体とは一切関係がありません。つまりこういうことでしょうか？その本は忍者の秘伝書などではない子供向けの読み物で、したがって今日行ってきた修行の大半も全くのフィクションだったんですね。そりゃー、それに皆さんをそばで支えられるようにと、リリさんは忍者を目指してるみたいですけど、主のためなら己神を影に潜め続けるのが密偵のあり方。おそらく忍者も同じで、それなら皆さんと共にいたイリリさんが本格的に忍者を目指すのはそもそも悪手なんじゃないですか？確かに考えてみれば、本物の忍者となり影から兄様をお守りするというのは、それは兄様と今以上にお近づきになれなくなるということ。まあそれでもというならご自由に。いえ、大変参考になりました。おっしゃる通り、他にもっと自分に合った道があるかもしれません。今の段階でこれしかないと決めつけるには時期尚早ですし、もっと適性のある戦い方を模索するべきです。決して兄様のことは関係ありませんので。はい、やっぱり変な人。ロザリア、どこに行っちゃったんだろう。そう気を落とすな。あと、行っていいのかわからんが、こちらの世界はまだまだ広い。アリサの探すロザリア殿もどこかにいるかもしれん。ありがとう、モニカさん。そうだね、こっちの世界はまだまだ広いんだし、きっとロザリアもどこかにいるはず。頑張って探すぞ。アリサには先ほどの
巨大トカゲとの戦いで助けられた借りがあるからな。わらわたちも協力は惜しまんぞ。あれ、あっちで何かやってるみたい。リリア、ちょっと見に行こう。だあ、わかった。わかったから、そう引っ張るでない。いっけー！ドンドドドン！ガラガライチゴヘビに攻撃だ！あ、僕のイチゴヘビが。ねえねえ、何やってるの？面白そう。バッピちゃんも混ぜて。いいぜ。それじゃ早速バトルだ。スレートは持ってきてるよな。スレート？何それ？その石の板のこと？おいおい、スレートがないのにバトルはできないだろ。もしかしてモンスレートファイト知らないの？モンスレートファイト？僕が説明しましょう。モンスレートファイトとはこのジオゲヘナで子供たちに大流行中の新感覚対戦ゲームなのです。このルーン魔法の刻まれた石板スレートに封印された魔物たちを駆使して手に汗握るバトルを繰り広げる。夢と汗と涙、そして僕たちのお小遣いをかけた熱いゲームなんです。ふむ、ランドソルでも似たようなゲームで子供たちが遊んでいたな。あちらはただの紙でルーンとかいう魔法は使われていなかったか。あ、そうそう、そのカードゲームを元に作ったんだ。ちょっと前かな、この村にリスのビーストと双子の魔族の姉ちゃんたちが来て俺たちと一緒に遊んでくれたんだ。その時にみんなで遊べるようにって余ってるカードをいっぱいくれたんです。双子の魔族？よりのかかりこ？何やっとるのじゃ、あやつら。だけど森から飛んできた火の粉で全部燃えちゃって。この世界の木って燃えてる花が咲いたりしてるもんね。エルフの森じゃ考えられない景色だよ。で、俺たち思いついたんだ。なくなっちゃったなら作ればいいじゃんって。素材に石を使ってカードの種類を再現して、いろいろ独自のルールも追加したりしてるんですよ。ほー、それでこれどうやって使うの？遊んでみたいの？しょうがないな、あの姉ちゃんたちも初心者には優しくって言ってたし。はい、それじゃあみんなにこの空のスレートをあげます。早く行きましょう、あんまり遅くなると危ないので。行くってどこにだ？それにこのスレートはそなたらのと違って何も書いていないようだが。そんなの決まってるじゃん、これからスレートを作りに行くんだよ。石板には魔物を出し入れするルーン魔法がかかってるけど、最初から魔物が入ってるわけじゃないんだ。自分で魔物を捕まえて石板の中に入れる。そこで初めて魔物の入ったスレートになるってわけ。他の人に借りたスレートだと言うことを聞いてくれないんです。だから自分たちの手で捕まえないと。そういう仕組みだったのか。つまり自分自身の相棒は己で探せと。相棒？それって眷属みたいな？眷属？うん、似たようなものかもしれぬな。わらわにとってのコウモリたちのような感じかな。おっと、みんな静かに。見て、あそこにプチデビルマジシャンがいるでしょ。プチデビルマジシャンは目につくもの何でも魔法で攻撃するんだ。だから一人が気を引いて。おい、こっちだぞ。その隙
がスレートの中に吸収されて。これで魔物ゲットです。今のはプチデビル用の捕まえ方でしたけど、もちろん魔物ごとに捕獲の仕方は変える必要がありますよ。ふむ、魔物一匹捕まえるにしても生態や特徴をしっかり把握する必要があるわけか。マリサ、どうかした？ううん、ちょっと考え事をしてて。そのスレートを作るのって魔物とはいえ群れや家族から引き離すことになるでしょ。私が捕まえちゃうことで離れ離れになっちゃうのは少しかわいそうに思えちゃって。分かってないな、エルフの姉ちゃん。このスレート作りはさ、遊びだけでやってるんじゃないんだぜ。え？スレートを作るために限らず、魔物を放っておくと大変なんです。みんなで育てた作物とか勝手に食べられるし。魔物はどんどん増える一方だし、増えすぎた魔物が村に入ってきたら俺たちより小さい子なんか危ないだろ。だから俺たちが魔物を捕まえてスレートを作ってさ、それが村のみんなのためにもなったら最高じゃん。村の平和のために。そうだったんだ。みんな偉いね。俺たちの話はもういいってば。それよりみんなスレートを作りに来たんだろ。早く魔物を捕まえようぜ。見つけた。あれは確かワイルドファイアボア。炎をまとったちょっとつ猛進に注意だっけ。群れで行動してるわけじゃないみたいだし、このまま放っておくと村の人たちに被害が出る。魔物が原因でジオゲヘナの森が荒れてしまっているなら、森番を目指す以上私はみんなを守る側に立たなくちゃいけない。そうだよね、ロザリア。魔物が包囲戦術を使うのか。厄介だな。だが気に入った。ぜひとも我が勢力として迎え入れたい。私が勝てばその力を存分に役立ててもらうぞ。バーンサウルスにはないようじゃ。さすがはジオゲヘナといったところかな。バンピーの手前、情けない姿は見せられん。仕方あるまい。肉汁が痛いから苦手なんだな。この魔力回復薬も実際なんとかなればぞ。しかし元の姿には戻れたようじゃな。ならばわらわの全力威風と敬意を持ってその身に刻むがよい。あの姉ちゃんたち、俺たちじゃ手も足も出ない魔物まで捕まえてる。お？こんなところでどうしたの？まだ魔物も捕まえてないみたいだし。なんだよ、もうすぐ日が暮れちゃうぜ。それともスレート作りはやめてみんなに合流するか？バンピーちゃん全然ピンとこないんだ。どの子がいいのかなって。おお、その気持ちすっげーわかる。強さも大事だけど見た目のかっこよさも重要だよな。でしょでしょ、どうせなら一番強くてかっこいい子がいいなって。
ら、あそこに行ってみるか。だけど姫様たちは危ないから森の奥には行っちゃダメだって。ほんと？何の話してるの？あんたたち、この森の奥にさ、すっげー強い魔物が出る場所があるんだよ。もしかしたらお前の気に入る魔物もいるかもしれないぜ。ちょっと危ないかもだけど。やっぱり危ないよ、やめようよ。平気平気、バンピーちゃんに任せなさい。どんな魔物が出てきてもすぐやっつけちゃうんだから。うわ、近くで見るとすげえ迫力だな。ほう、あの子を捕まえるの？ああ、作戦はこうだ。まず俺たちがスレートを使って魔物を召喚する。それであいつが弱ったところでスレートに閉じ込める。手強そうだったら僕が援護しつつ安全な場所まで撤退だね。分かった、やるよ。おいで、ガラガライチゴヘビ。出てこい、ドンドドドン。先制攻撃だ。やるじゃん。よし、それじゃあスレートに封印を。あれ、すごい速さで逃げてっちゃった。もう、バンピーちゃんのスレートになりたくないの？そういう感じじゃなかったけど。なんだ？この地響き、まさか。でんごさっき逃げたワイルドワルクローはこいつの気配を感じ取ってたんだ。こんな魔物が出るなんて聞いてないって。とりあえず逃げるしか。決めた、バンピーちゃんあれにする。あれにする？あれって、まさか冗談だろ。あの魔物、すっごく大きくて強そうでしょ。スレートになってくれたら最強だよね。そりゃ、そうだけど。だから、バッピーちゃんの相棒はあの子にします。決定。でも、スレートにするならあれと戦って捕まえないといけないんだよ。僕たちだけじゃとても。バンピーちゃんたちだけじゃ無理でも、みんながいれば大丈夫でしょ。バンピー、お主はあれだけあれほど一人で動くのと言うたのに、また迷子になりって。じゃないもん、二人も一緒だし。ごめんなさい、俺たちが一緒に行こうって言ったから。あとでみんなまとめて説教じゃからな。ま、それはそれとして、先にあのデカブツを何とかする必要がありそうじゃな。というよりはやつ、わらわたちが前に撃退した魔物ではないか。そうだな、以前戦った時につけた傷がそのままだ。しかし追いついてみれば、なんだこの状況は。まあまあ、モニカさん、それであの大きい魔物を倒せばいいの？あの子をスレートに？やっぱり無茶ですよ。あの魔物は規格外すぎます。スレートにするなんて。そっか、なら私たちも手伝った方がいいよね。モニカさん、そっちの準備は大丈夫そう？
ああ、過去にこの4人で奴と戦っているしな。以前の通りにやれば問題なく勝てるだろう。本気であいつとやり合うのかよ。っていうか、勝ったって？ふん、コアッパ、モーンスレートファイトに関して教えてもらったレジャー、今度はわらわたちがあの魔物との戦い方を教えてやる。その目を見開いてよーく刻みつけるがよい。あの魔物の場合、まず狙うは足じゃ。膝をつかせ、危険な光線を打たせぬようにする。はぁ、次は胸部に見える結晶体、エネルギーの蓄積されたそこを狙うぞ。アリサ、私に合わせてくれ。わかった、モニカさん。この矢に全力を込めて貫く。バンピー、これで厄介な光線は封じた。最後は任せたぞ。よし、バンピーちゃんの本気見せてあげる。スレートキャプチャー。捕まえた。捕まえちゃった。今日からあんたはバンピーちゃんの相棒なんだから、よろしくね。だな。でも負けないぜ。俺の必殺コンボが決まれば。バンピー、すっかり夢中じゃな。あのような遊戯に夢中になるとは、まだまだ子供じゃな。いいではないか、イリア殿。子供は子供らしくが一番と言うし、それにしてもあの森ですっげー魔物捕まえたって本当？どうやって捕まえたの？教えて教えて。これレアスレートだ。他にどんなスレート持ってる？バトルしようぜ。イリアさん、モニカさん、手伝って。さっきからずっとみんなに懐かれちゃって。爆発的な流行というのは本当のようじゃな。ジオゲヘナでは娯楽が少なかったせいもあるだろうが。くっそー、俺のコンボが通じないなんて。バッピーちゃんの勝ち。じゃあ次はアリサの番ね。よし、負けないよ。あ、勝負の前に一旦スレートに帰りなさい、あんたたち。あれ、なんだろう。バンピーちゃんのスレート、気のせいかな、ひびが入ってない。え、ひびですか？ちょっと見せてください。これは、え、何、このスレートがどうかした？スレートには魔物を出し入れする用のルーン魔法がかけられているって話はしましたよね。そのルーン魔法のおかげでスレートで召喚した魔物はテーブル上に作った魔法フィールドに出せる程度の大きさになるんですけど。もしもその石板が壊れちゃったりするとどうなるの？石板にかけられたルーン魔法が破れて封印が解放されちゃいます。封印が解放って、つまり。ああ、ま、魔物、こんなでけえの一体どこから出てきた。武器だ。戦える者は武器を取れ。うわあ、
やっぱりこうなるよね。皆さん落ち着いてください。なんじゃこの騒ぎは。バンピー、どこにおる。バンピー、まずい、村が潰されてしまうぞ。そい、戦闘用意。すっげー、でっけー、かっこいい。僕たちもあんな魔物捕まえられるかな。かっこいいでしょ。でも勝手に出てきちゃダメなんですからね。のんきに言うとる場合か。とりあえず魔物をスレートに封印。いや、なぜ事情の説明か。ああもう、なんで毎回こうなるのじゃ。して迷っちゃったのかな。イリア、イリアってば。もう勝手にどっか行っちゃうなんて子供みたいなんだから。あれ、うわ、びっくりした。こんなところでどうしたの。もしかしてあなたも迷子。ううん、迷子なのはイリアの方。バンピーちゃんずっと探してるけど見つからないの。バンピーちゃんってお名前なの。私はアリサって言うんだ。私も友達を探してるんだけど迷子になっちゃってもうバンピーちゃんは迷子じゃありませんってば。それよりもあんたイリアのこと見てない。ちっちゃくて黒髪の女の子なんだけど。え、うん、見てないかな。この辺りは一人きりだと危ないよ。バンピーちゃん、私と一緒に。あれ、向こうの方で何か動いたみたい。行ってみよう、アリサ。え、バンピーちゃん、ちょっと待って。一人じゃ危ないってば。見て見て、すごく大きな魔物の像。なんでこんなところにあるんだろうね。変なの。ね、ねえバンピーちゃん、私の気のせいかな。その像なんだか生きてる気がするんだけど。では、バンピー？やっと見つけたぞ。心配をかけようって。まあ、イリア。もう、バンピーちゃんを置いてっちゃダメなんですからね。ねえ、再会できたのは良かったけど、このままじゃみんな踏み潰されちゃうよ。おかしな叫び声がしたから迷子のクウガかもしれんと来てみれば。巨大怪獣に子供たちが襲われているだと。誰が子供か。お主も手を貸せ。バイス・プリューゲルのギルドマスターよ。おう、そなたは確かユキの友人、世を滑るものか。失礼さ、直ちに救援に入る。よし、返り討ちにしてバンピーちゃんの眷属にしてあげるんだから。容赦はしません。さあ、懺悔の時間だ。総動兵が一転、最後まで突き、アルティマソード、世界の目覚めの時、フィオレフェリチ。兵が一転、みんな、いや、頑張って。聖夜の中で最後まで突き、アルティマソード。兵が一転、目覚めの時、フィオレフェリチ。
シェイソードオブノエル、やっちゃいな、最後まで突き、アルティマット目覚めの時、フィオレフェリチ、聖が言ってんだ、あたしの出番、世界よ、ソードオブノエル、聖が言ってん、最後まで突き、アルティマット目覚めの時に、フィオレフェリチータアバロン、サンキューフィオ、権限使用しちゃうよ、くらえ、聖夜の祈りを容赦しません、聖が言って最後まで突き、アルティマ目覚めの時、フィオレフェリソードオブノエル、聖が言って支援最後まで突き、アルティマダバロ目覚めの時、フィオレフェリチータ守るためにソードオブノエル、聖が言って最後まで突き、アルティマダバロ今が聖が言って、あたしの出番、世界を変われ目覚めの時、フィオレフェリチータ最後まで突き、アルティマダバロ払う、楽しみか、剣に宿りし光よ、空に輝け、聖が一点、すごいね、死ね、支援、さあ懺悔の時間だ、ソードオブノエル、花の奇跡をここに、フィオレフェリチータ、ありがとう、みんな頑張って、くらえ、ま、恐ろしい強さだったな、なんとか追い払うだけで一苦労だったぞ、ふん、だがもはや弱点は見抜いた、次にも見える時にはわらわの真の力を思い知らせてくれるわ、そうだ、そなたアリサと言ったか、先の戦闘加勢いただき感謝する、わらわからの礼を言おう、迷子になったバンピーを保護してくれたようじゃな、こやつまた心配をかけおって、だからバンピーちゃんは迷子になってません、勝手にどっか行っちゃったのはイリアの方でしょ、アリサが一緒に探してくれたんだよ、バンピーちゃんとイリアさんが無事に合流できてよかったです、実は私もある人を探してジオゲヘナに来たんですけど、ほう、そなたもか、奇妙な偶然もあったものじゃな、全員が全員人探し中だったとは、モニカ、お主もじゃろ、ああ私も仲間とはぐれてしまった、ユキとクウカのやつ一体どこに行ったんだか、あいつらのことだから無事と思いたいが、何せ今いる場所がジオゲヘナとやらのどのあたりかもわからんからな、迷子探しをしているのか迷子になっているのか、魔物がバッコするこの状況での単独行動は危険だ、ここは互いに協力すべきだろう、みんなどうだ、この辺りはなんだか危険みたいだし、皆さんが一緒にいてくれるなら心強いです、バッピーちゃんも賛成、みんな一緒だと楽しいし、うむ、依存はない、ついでにこの世界がわらわに征服されるにふさわしいか確かめてくれるわ、ではまず居住区へ帰還するためのルートを探そう、周囲の風景や地形に見覚えのあるものがあれば教えてくれ、だがこの世界では自然すらも脅威となるらしい、間違った道に入り込んだりしないよう慎重に、覚えのあるもの、あ、あの背の高い木さっき見た気がする、行こう、こっちこっち、
リアさん、バッピーちゃんも待って。行ったそばから全員いなくなるとは。だから慎重に行動しろと言ってるだろうが。よし、我々の勝利だ、クリスちゃん。まったく歯応えのない連中だったよ。この難事件、解決してみせる。すぐに終わるの。この謎が消えちゃアビスエンドバースト。消えちゃアビスエンドバースト。あらゆる謎にトゥルーエンドケース。消えちゃアビスエンドバースト。目覚めの時、フィオレ・フェリチータ。マクリア。消えちゃアビスエンドバースト。あらゆる謎にトゥルーエンド。消えちゃアビスエンドバースト。目覚めの時、フィオレ・フェリック。消えちゃアビスエンドバースト。マクリア・エリス。あらゆる謎にトゥルーエンド。消えちゃアビスエンドバースト。目覚めの時、フィオレ・フェリチ。消えちゃアビスエンドバーニー。マクリア・エリス。あらゆる謎にトゥルーエンド。消えちゃアビスエンドバーニー。目覚めの時、フィオレ・フェリチ。あらゆる謎にトゥルーエンド。消えちゃアビスエンドバーニー。マクリア・消えちゃアビスエンドバーニー。あらゆる謎にトゥルーエンド。目覚めの時、フィオレ・フェリチ。マクリア。消えちゃアビスエンドバーニー。あらゆる謎にトゥルーエンドケース。消えちゃアビスエンドバーニー。目覚めの時、フィオレ・フェリチ。もう寝れるでしょ。思う存分褒めていいわよ。